皆さんこんにちは、直明です。6月15日水曜日、いかがお過ごしでしょうか。今日はちょっといつもと違うまた入り方なんですけども、とっても今ショックを受けていて、髪の毛をちょっといつもと違う方に、切ってもらおうかなと思って、どうしても予定が合わず普通にサロンに行ってみたんですけど、案の定というかまあ嫌な予感はしたんですけど、カラーリングも全く逆の感じにされて、挙句まあちょっと揉めたりするのが嫌だったので、お店出てから電話をして、他の方に今日ちょっと自分でブリーチをして髪の毛の色を抜いても大丈夫かなっていう相談をしたら、もう全く取り合ってくれず担当に変わって、担当した人と大喧嘩と、で担当にもバカにされ、お前の言い方が悪いみたいな感じで言われて、結局紐解いていくと向こうの申し送りがミスってたみたいな話になって平謝りされるっていう感じのことがあって、ちょっと今とってもブルーです。髪はブルーにならなかったんですけど、気持ちがブルーに染まりました的な感じと、パソコンのお話も前にしたと思うんですけど、パソコンのパーツを、いろいろ頼んでいて、やっと組み終わって、これはもう完全に自分のミスなんですけど、先ほど組み上がって、めでたく大切な歌のデータを消したと。そしてそういう歌っていうのは取り直すと二度とうまく歌えないんだなっていうのがよくわかりました。どうもすいません、いつもこんなことを一人でいろいろ繰り返しながら悶々と生きております。ただやっぱりいいことっていうのも頑張って生きてればあるものでですね、インスタには載せたんですけども、とうとう念願の、私静岡のですね、清水の、柴田恭平様の実家に、とうとうご実家にですね伺うことができまして、魚新、お魚に新しいと書いて魚新というお店に、伺いまして、お店の恭平さんのお兄さんですかね、見繕っていただいてですね、とっても美味しいお魚を、手に入れることができて、すごくハッピーな一日を過ごし、次の日は、デビッド伊藤さんのラーメン屋さんに伺いまして、ちょっとそこでぶっちゃさん話で盛り上がりですね、奥様の高子さんにですね、素敵な場所も教えていただいて、とてもいい一日を過ごせるようなこうパワーをいただいてですね、すごく楽しい一日を過ごせて、そんな日も送ってましたけど、最後の最後に、ちょっと弱小サロンにですねやられたなっていう感じですかね。ちょっとね気にならなかったんですよ最初から。なんかちょっと昔流行ったなんていうんですかね、ちょっとホストチックなサロンっていうんですかね、なんか勘違いしてんのかなっていうところがあって、で店長らしきやつがねまたねなんかちょっと気取ってるんだけど、店内歩くときにこう僕が避けてるのに向こうはなんかもう会釈もせずにみたいな、だから自分のお客様以外は関係ないっていうのがとっても許せなかったなって、まあこんなこと言ってもしょうがないんですけどね。はあ、もう当分この髪の毛の色でやっていくしかないのかなっていう感じですかね。はあ、せっかくの休みだったんですけど、そんな感じでちょっと、落ち込んでます。あとたくさんリクエストいただいてて、先ほど消えたデータを急いで直しながら歌ったのが1曲だけ、
あって、少しだけですけど歌ってるので、聴いてください、リクエストいただいた曲ですね、春を告げるちょっと歌ったんですけど、まあ、あの今これに合わせてちょっと急いじゃったんでまたちょっと歌いたいなっていうふうに思ってます。それと、他の曲も、やっております。たくさん本当にたくさん、リクエストいただいてすごく嬉しいなっていうふうに思っています。あと、結構ちょっとこの間親しい方とお話しした時に、びっくりされたんですけど、実際の僕の、話し方っていうのはこういう感じでですね、いつも結構無理に、スピードを上げてブワーって明るく話してるんですけど、今日はいつも通り、いつもですね、本当に親しい方は知ってるのかなっていうような話し方で話させていただいているので、とっても自然に楽をしております。やっぱりいつもちょっと作ってるんでね、なかなか難しいなっていうふうに思います。あと改めて思ったんですけど、相当あの小さい頃から、柴田恭兵さんに憧れていたので、ただ影響を受けてるところはあるのかなっていうふうに自分でも思った次第でして、昔のドラマ歌を今確認してみると結構真似して生きてるのかなっていうふうに思ってですね、あ、一つすごい話があってですね、昔僕の、家の留守番電話をですね、まあ、僕が、恭兵さんの真似をして喋ってたんですけど、恭兵クラブというファンクラブがあってですね、そこで、知り合った方がうちに電話をしてきた時に、恭兵さんのテープだというふうに間違ってくださってですね、恭兵クラブに問い合わせをしたという事件がありまして、あの頃は本当にですね、もうその留守番電話のテープを録音するのに何百回と、こういう発音じゃない、こうじゃないっていう、今みたいにパソコンがなかったのでデジタルなことができずですね、ビデオを何回も何回も巻き戻して、それをカセットテープに撮ったりして、恭兵さんの喋り方だったり、こう発音だったり、タイミング、言葉の間だったりとかっていうのを勉強して、一生懸命やったのを覚えてますね。なんかね、多分出だしはですね、電話どうもありがとうみたいな感じだったと思うんですよね。電話どうもありがとう、ただいま留守にしていますみたいな感じの、なんかやったような気がしますね。久しぶりに昔の友達はよく知ってると思うんですけど、恭兵さんの歌もちょっとやってみたいなっていうふうに思いますんで、皆さんのリクエストと同様に頑張ってみようかなというふうに思ってます。ではとりあえず、一曲聴いてください。深夜東京の6畳半、夢を見てた、あ、明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる天皇城に開幕戦打ち上げて、いなくなんないよね、ここには誰もいない、ここには誰もいない、また繰り返されるもう人が自分の拙者、感謝感激とは無縁のエイジャー、思い描くエンジャー、繰り返す無限のプレッシャー、気づいていない、気づいたことに気づいていない、それでいいんじゃない、どうせ今日で全部終わりなんだから、不安の憂鬱を抱えとくやしょ、ここに救いはないよ、あ、早く行っておいで、難しい話はやめよう、とりあえず上がって酒でも飲んでさ、いつも誰にでも言うことを返してる、完璧な演出と完璧な人生を、幼少期の面影は誰も知らないんだ、誰もがマイノリティなタイムトラベラー、ほら真夜中はすぐそこ、さあ深夜東京の6畳半、夢を見てた、明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる電脳上に開幕戦打ち上げて、いなくなんないよね、ここには誰もいない、ここには誰もいない、ああ、暗がりに浮かび上がるモニター、作り上げた電脳上に、白い四角の放牧場に、いなくならないよねきっと、ピンクの像の向こう側の空想、
バリコーンに踊らされながらオピオイド海をクロールで優しいバベロン見に行くタイムトラベラー。明日世界は終わるんだって昨日は寝れなくて、ああ小さな記憶の箱は夜の海に浮かんでいる。僕らを描いたあの絵の中に吸い込まれるように、週末旅行を楽しもう、どうせ全部今日で終わりなんだから。東京の六畳半夢を見てた、ああ明かりの灯らない蛍光灯、明日には消えてる天井、春を告げる、お送りしました。ちょっとこれ不思議なことが起こっていて、要はボーカルを撮った時と、撮った時に使っていたオケと今流しているオケが違う歌で、要はボーカルは残っデータが少し残ってました。でもオケは全くどっかに行ってしまってないです。でもなんか他のオケが残っていましたっていう状態で、それをくっつけてみて、そこに足りないところをちょっとさっき急いでパパって歌ってみたっていう、よくわからない仕様になってしまいましたが、頑張ってみました。まだまだリクエストいただいている曲がたくさんあるので、ぜひ聴いていただければなというふうに思います。ごめんなさい、梅雨を告げるになってしまいましたけど、一応春を告げるでした。こんにちは、直輝です。6月15日水曜日、相変わらずテンションが低い感じです。皆さんどうですかね。例えば、美容室、床屋さんだったり、洋服はちょっとあれかな、床屋さんとか美容室とかって行ってちょっとなんか嫌な感じになっちゃうと、もう結構引きずるんじゃないかなっていう思いますけど、みんなどうなのかな。僕は結構、久しぶりに引きずってますね。今までは、知り合いの方によく切ってもらうので、よく切ってもらうというか、もうずっともう30年近く、年バレますけど、30年近くですかね。理美容の知り合いですね。若い頃からずっと友達にやってもらってるので、そういう思いをしたことはほとんどなかったんですけど、ほとんどなかったというかないですね、なかったんですけど、真逆の色に染められまあカットはまあまあしょうがないかなっていう感じはあるんですけど、一応カットはすごく100点、120点ですよっていうふうに伝えましたけどね。ちょっとカラーリングが何でしょうね、なんか先入観があるんでしょうかね。白髪染めみたいな感じなんですよね。まあね、落ち込んでもしょうがないんで、また皆さんに、楽しいお話を提供できるようにネタの仕入れとですね、歌の練習をしていこうかなというふうに思います。でもここから10連勤なんですよね。10連勤って今時あるのかな。なんとか時間をとって、頑張ってみたいなというふうに思っております。あとは、私の大好きなブッチャさんが、新しくなんか YouTube の企画を始めたそうなので、ブログ等で私もバンバン拡散させていただきますので、ぜひご覧ください。以上、直輝でした。さあ、じゃあちょっと歌の練習でもしてみようかな。その手を離さない方がいい、愛
してる。その人の手をその名を世界にささやくんだ。胸に響くその人の名を、あの日を忘れない方がいい。心がときめいたあの日を、恋をした方がいい。また久しぶりに歌おうかなっていうふうに思ってます。ではまたお会いする時まで、お体に気をつけて元気にお会いしましょう。お相手は直樹でした。バイバイ。じゃあね。